これいらないお水が溜まってるとこだよ。この人。コブみたいな。うん。これ取れたらまた。全部取れるんですか。あ、うん。取れてくるよ。そしたら綺麗にこうほらこの足の裏のアーチが出てくるでしょ。まゆこちゃん運動もしてるから、測定器がうまく使えるようになるんだけどね。なかなかのちょっと年代ものかな。大丈夫？大丈夫です。お尻を克服したらあとは大丈夫だね。大丈夫です。うん。ここもあの三陰交って女性にとっては大事なツボ、冷えとか婦人科系とかのツボだから、ここがやっぱりセルライトがついたりむくみが出ると、うん、あんまり良くないね。大丈夫？はい。お尻は痛い？お尻きますね。お尻きました。ちょっとここはもしかしたら来るかもしれない。でもあのこの太もものね外張りが取れるとさ、はい、スキニー履いた時とかさスパッツ履いた時がかっこいいじゃない。綺麗ですね。うん、それを今取ってますからね。あとここね、この人この人、うん、これはあの今骨盤の歪みを調整してるからね。